OK です。では早速オープニングからいきますか。はい、はい、了解しました。こんにちは、ヤマトです。ヤマトのハウリスピリット、新しい人生分析学。まあ、ハウリというのをまだご存じない方も多いので簡単にご紹介させていただきますが、ハウリとはハワイ語で幸福、喜び、楽しさという意味なんですね。ポリネシアン地方のスピリチュアルから生まれたものです。自然界の8つのエネルギー要素を活用した開運術です。目標達成や願望実現に向けた人生カウンセリングができるようになります。このハウリを用いて人生を分析しますと、分析した人の人生を紐解くことができるんです。どうでしょう、皆さん、今年もあとわずかになりましたが、今年はどんな年でしたか？まあ、反省する点なんかも多かったと思うんですが、今のご自身の姿を見て自分を責めることはないでしょうか？自分の過ちをいつまでも許せず悩み続けてしまうこともありますよね。過ちは人の常、許すは神の業という言葉があります。確かに人間が過ちを犯すのは常です。それをいつまでも許せないでいると前に進みませんよね。しかし過ちを許すのは本当に簡単なことではありません。それができるのは本当に神の領域だと思ってしまうことがあります。なかなか人の失敗、自分の失敗、過ち、やっぱり許せずにいて、あの時あの人があんなことしたから、こんなことしたから、自分があんなことをしてしまったからって常にやっぱり後悔、反省っていうものがあると思うんですね。まあ今年もそんなことが多かったんではないかなと思います。今日はその1年を通じて、まあ過ちや後悔や懺悔の気持ちやいろんなものを含めて、ちょっと皆さんとご一緒に、まあ、反省を含めて考えていけたらなと思いますので、最後までお付き合いいただけたら幸いです。この番組はいつでもどこでも聴けるラジオ、アルファの制作でお送りします。ヤマトのハウリスピリット、新しい人生分析学。はい、皆さん、今年はどんな年でしたでしょうかね。まあ、先ほど申し上げましたように、こんなことがあった、あんなことがあった、あるいは人に対してこんなことをされた、あんなことをされたっていう恨みつらみのような気持ちもあるかもしれません。そして自分自身を責める気持ちっていうのもやっぱり多少あると思うんですよね。でもまず一番許さなければいけないのは自分自身ではないでしょうかね。他人や親兄弟と和解するのはなかなか難しいものです。こちらが仲良くしたいと思っても相手がなかなか許してくれなければ和解することはできませんよね。でも他人と和解はできなくても自分との和解はできるかもしれません。もっと自分を好きになって自分のやったことを褒めてあげてみてはいかがでしょうか。ここで簡単なチェックをしてみましょう。こう自分の好きなところ、嫌いなところをこうちょっと、まあ、思い出してみてください。自分のこんなところが好きだなとか、あるいはこんなところが嫌いだなというのをちょっと簡単に指折り数えてみてはいかがですか。
どうでしょうかね。一般的な日本人は自分の嫌いなところばかりが先に思いつくと言われています。でも自分の嫌いなところを直そうと思ってもなかなか直らないですよね。これはアメリカの国立研究所のアントニオ博士というのが各種の国勢調査をもとに最大42年間追跡調査をした結果があるんですが、それで分かったことは、私たちの性格は30歳を過ぎると安定して変わりにくくなるということです。しかし変わりにくいということと変えられないということは別で、博士によれば勤勉さ、慎重さなど何歳になっても自分の努力次第で変えられる性格はいくらでもあるとこう発表されています。でもそうは言ってもなかなか短所を変えるってのは難しいですよね。でもこう考えてみたらどうでしょうかね。例えば物静かっていうのは、まあ肌から見たら長所になりますよね。でもその物静かっていう長所をあまりこう使いすぎてしまうと、人によっては暗いとか人付き合いが悪いっていうふうに見られてしまうと思います。であれば短所というのは自分の長所の使いすぎの結果だと思って考えるのもいいかもしれませんよね。例えば同じように話し上手っていうのは、これはもう長所ですよね。ところがこの話し上手っていうのが高じすぎてしまうと、逆におしゃべりとかうるさいとか鬱陶しいとかいうなんか短所の部分に入ってしまうかもしれませんね。そうすると長所を使いすぎてしまう結果として、こう短所というものが出てしまうんではないかなと。ということは、こう短所を直すという考え方よりも長所を少し抑えるという考え方に直していくというのもいいかもしれませんね。ですから短所を直すよりも長所を抑えるという考え方でこれからこう切り替えていくのもいいかもしれません。では同じようにカウオリで月別の今月気をつけていただきたいと思う、あるいは直してみたらいかがですかという性格についてご紹介させていただきます。まず1月生まれの方、頑固になるという性格をちょっと見直してみてください。あるいはこう直そうと努力してみてください。2月生まれの方、慎重になりすぎるという性格をちょっとチェックしてみてください。先ほど申し上げましたように慎重というのはいいんですが、慎重になりすぎるというのは長所の使いすぎに入ってしまいますね。3月生まれの方、伝統を重んじない、ですから伝統を重んじる方にちょっと意識を変えてみてください。4月生まれの方、優柔不断になる、ですから決断が遅くなるっていうことをちょっと気をつけていただきたいなと思います。5月生まれの方、思いやりに欠ける、もっと人に対して思いやりを持つということを心がけるようにしてみてください。6月生まれの方、執念深くなる、あまり執念深くならないように気をつけてみてください。7月生まれの方、怠け心ですね、あんまりこう怠け心を出さないようにちょっと今月は気をつけていただきたいですね。8月生まれの方、享楽的になる、まあちょっと忘年会とかクリスマスパーティーとか今月は多いと思いますが、あまりこう享楽的になりすぎないようにちょっと注意していただきたいと思います。9月生まれの方、嘘をつく、このやっぱり嘘というのは旗から見てこういいものではありませんので、やっぱりこう嘘をつくというのを今月は注意されるということを心がけてみてください。10月生まれの方、おしゃべりになりすぎる、これも先ほど申しましたが人と話するあるいは話し上手っていうのは長所なんですが、まあ、それが高じてしまうとこうおしゃべりという結果になってしまいますので、こうおしゃべりになりすぎないように注意してみましょう。11月生まれの方、劇場的になる、こうやっぱり感情がすぐこうあらわになる方っていうのもいらっしゃると思うんですが、あんまりこう劇場的になりすぎるっていうのもやっぱりこう周りから見ていいイメージは持たれませんので、今月は劇場的になるっていうことを少し抑えていただきたいと思います。12月生まれの方、警戒しすぎる、これもまあ
警戒慎重になるっていうのはいいんですけども、これもしすぎると先ほどから申し上げておりますように長所の使いすぎになってしまいますんでね、この警戒しすぎるっていう点を今月は少し抑えていただいたらよろしいかなと思います。まあ今年も本当あとわずかですね。まあ先ほど申し上げましたように今年良かった悪かった、あるいは反省したい直したいっていう点も多々あると思います。まあ今の話をちょっと参考にしていただいて、また来年に向けていい意識改革あるいは性格改善ができればなと思いますので心がけてみてください。関係7分ビートル終了。ヤマトのハウルスピリット、新しい人生分析学。じゃあエンディングですね。エンディングお願いします。はい、ちょっといいですか。アルファハイフン、この間間違えちゃったんだよね、はい、アルファハイフンですね、はい、レディオドットコムです。ここにヤマトアットマーク、アルファハイフンレディオドットコムですよね、はい、そうです。これ元を直すの忘れちゃった。ヤマトさんがやってる電話 あのサービスって何て言いましたっけ。あ、シャルム、シャルム、はい、はい、アルファハイフンレディオドットコム、すみません。元を直しとかなきゃ。で、じゃあエンディングいきましょう。はい。ヤマトのハウルスピリット、新しい人生分析学。ヤマトのハウルスピリット、新しい人生分析学。今日は第9回の放送でしたが、お楽しみいただけましたでしょうか。まあ年末本当に皆さんもお忙しくされてると思います。まあ、忘年会、クリスマスパーティーと、まあ、夜の予定も入ってる方も多いんじゃないかなと思いますが、まあ、体に気をつけていただいて、あるいはお酒の飲みすぎ食べすぎなんかもぜひ注意してくださいね。まあ、この時期はついつい暴飲暴食をしてしまうこともありますので、まあ、お忙しい中大掃除あるいは年賀状書きと、まあ、立て続けにいろんなことをやらなければいけないのもこの月だと思いますが、まあ、風邪をなど本当引かないようにも注意していただければと思います。この番組では随時お便りを募集しています。お便りの宛先はヤマトアットマークアルファハイフンレディオドットコム、またはアルファ公式サイトにある私の番組ページによりメールフォームで投稿できます。なお相談の時は必ず生年月日を明記してくださいね。お相手はヤマトでした。ではまた来週。半径1分24。次10回放送いきます、はい、準備はよろしいですか。はい、はい、こんにちは、ヤマトです。ヤマトのハウルスピリット、新しい分析学。ハウルスピリットについて簡単にご紹介します。ハウリとはハワイ語で幸福、喜び、楽しさという意味です。
ポリネシアン地方のスピリチュアルから生まれたものです。自然界の8つのエネルギー要素を活用した開運術なんですね。目標達成や願望実現に向けた人生カウンセリングができるようになります。このハウルを用いて人を分析しますと、分析した人の人生を紐解くことができます。もうあと今年も1週間足らずですかね。まあ皆さん来年に向けてまた新たな気持ちに、まあ、なっていこうという人もいると思うんですが、どうでしょうかね。ご自身の人間力っていうのは考えられたことがありますかね。まあ人間力っていうのは造語ですから辞書を引いても出てこない言葉ですけども、まあ、私自身が簡単にご自身の人間力があるかどうかっていうチェック項目を作っていましたんで、その今10項目読み上げていますから、皆さんの中でこうチェックしてみていただければなと思います。まず1番目、時間やお金の貸し借りにルーズである。時間やお金の貸し借りにルーズである。2番目、センスがない。3番目欲がない。4番目批判批評が好き。5番目自分の批判には敏感である。6番目人の話を聞くのが苦手。7番目周りの空気を読むのが苦手。8番目不安になると感情が極端に乱れる。9番目言い訳が得意。10番目今の自分を変えようと思わない。いかがでしたか。もしこれ2つ以下っていう方は非常に私は人間力の高い方ではないかなと思います。逆に、まあ、8個以上もしあったとしましたら、まあ、ぜひね人間力をアップすることをこう考えてみていただければなと思います。今日はその人間力についてご一緒に考えていけたらなと思いますので、また最後までお付き合いください。 OK、 この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの制作でお送りします。ヤマトのハウルスピリット、新しい人生分析学。はい、はい、先ほど の人間力チェックはいかがでしたかね。まあ、皆さんの中には非常に人間力の高い方もたくさんいらっしゃると思うんですが、やはりこう人間力、まあ、最近よく聞く言葉なんですけども、まあ、人を引きつけるような意味合いで使われている場合がありますし、まあ、人間性という意味合いで使われている場合もすごく多いと思うんですね。まあ、もちろん人には魅力というのがありますから、やっぱり傍から見て、あ、この人素敵だなとか、あ、この人と仲良くなりたいなっていうのはやはり人間力の高い人だと思うんですよ。では人間力を高めるためのポイントを私なりにまとめてみましたんで、ちょっと参考にしていただければなと思います。人というのは会った数秒で第一印象が決まると言われています。で、毎日多くの人と会う、まあ、営業されている方、接客をされている方なんかは特に気をつけていただきたいんですが、まあ、抑えとくべき外見上のチェックポイントについて簡単にご紹介させていただきますね。まず人は顔の部分を見ますよね。そうしますと、まあ、頭、髪型はさっぱりと、まあ、清潔にね、溶かされているかどうか、
で寝癖なんかがないかやっぱ注意していただきたいですね。で、老けなどが浮き出ていないか。で、顔でしたらやはり男性であれば不精ひげや、まあ、鼻毛なんかも気をつけていただきたいものです。で、女性の場合はやはりメイクっていうのがやっぱり一番に来ると思いますが、で、口元になりますとやはり口臭というのが気になる方もいらっしゃいます。ですから口臭がこう大丈夫かどうか、それから体になりましたら体臭はどうか、あるいは人によっては非常に強い香水とかオーデコロンをつけている方もいらっしゃいますが、人によってはやっぱり不愉快に感じられる方もいますので、やっぱりそういうものも気をつけたいですよね。で、手になりましたら意外とこれ見てる方多いんですけども、爪が伸びていたり、やっぱりこう爪が黒くなっていたりっていうのはやっぱり人から見たらこう不潔に感じてしまいますよね。それから服装なんですが、やはりこうシミとか汚れとか目立っていないかどうかっていうのもやっぱり注意したいものです。で、これらは気をつけようと思えば今日からでもできることですよね。ですからこう第一印象、こう自分の見た目がどうなっているのかということを絶えず意識してチェックされるということは大事なことだと思います。それとやはり笑顔っていうのも大事なポイントになりますよね。やっぱり人と接するときにやっぱり素敵な笑顔だなと思われるのか、やっぱりこの人ムッとした人だなと思われるんでは全然印象度が違ってきます。ですから笑顔というものも心がけたいですよね。で、笑顔にもやっぱり種類がありますから、ニコニコはいいんですけども、やっぱりニヤニヤニタニタと見られるとやっぱり人からはいい印象を持たれません。ですからこの第一印象で好意を持たれるような笑顔というのも作られるように努力して見られるといいと思います。役者やタレントさんはこの笑顔を作ることを人一倍努力するそうです。ですからこう練習しないで、あの素敵な笑顔っていうのはやっぱり役者さんでもタレントさんでも作れないんですよね。ですから、まあ、私たちもそういった点を見習って努力してみたいものです。で、話し方なんですが、やっぱり声は高いより低い、早いよりゆっくりの方が好印象を持たれると言われています。で、語尾ははっきりとやっぱり喋るということも大事ですよね。で、あと最近乱れがちなんですが、やっぱり敬語というのもしっかり初対面の人には使ってられると、やっぱり特に自分よりも目上の方にはいい印象を持たれますよね。それと聞き方なんですが、やっぱり人は話し上手よりも聞き上手の方に好意を持ちますね。ですからやっぱり聞き上手という方は非常にこう私は人間力が高い方だと思います。で、聞き上手のポイントなんですが3つあります。1つ目はうなずき、まあ、うなずくというのはこう人がこう話をされましたらこう大きくね首をこう縦に振るという、あなたの話を真剣に聞いていますよっていう動作ですよね。それから相づち、うなずきと一緒に相づち、あ、そうなんですか、なるほど、すごいですねみたいなことを、こう相づちを入れてあげると、こうただはいはいと一本上司で聞くよりは、あ、自分の話を本当にね、話の区切り区切りでその言葉を入れてあげるだけで、あ、この人は私の話を真剣に聞いてくれてるんだなというふうにやっぱり感じ取ってくれます。それから3番目、オウム返し。オウム返しというのは、例えば昨日何夕飯召し上がりましたか、ハンバーグです、あ、ハンバーグ召し上がったんですか、というように相手が言ったことをもう一度繰り返して言ってあげることなんですね。そうしますと相手は、あ、この人聞いてくれてるんだなというふうに思います。でもやっぱり語尾はこう上げないように注意してくださいね。例えば何が食べたいんですかっていう、何を食べたいんですかって聞いた時に、カレーライス、カレーライス、カレーライスですか、なんてこう疑問形のように聞いてしまうと、なんか変なこと言ってしまったのかなと相手が不快に思う場合がありますので、必ず語尾を上げない、疑問形にはしないということはやっぱり注意していただきたいと思いますね。ですからあくまでもこの相手の言葉に同調しているということが大事です。ただしこのオウム返しというのはあんまり使い続けるとこう嫌味に聞こえてしまいますので、頻繁に使うことは避けられたらいいと思いますね。
うなずき、相づち、オウム返し、この3つがやっぱり人の話を、まあ、人間力を高める上で聞くという私は大事なポイントだと思います。ではいつものように月別の人間力を高めるためのポイントをご紹介させていただきます。1月生まれの方、独立心を強く持ってみましょう。2月生まれの方、多くの友人を持つようにしてみてください。3月生まれの方、成長するための勉強を始めてみましょう。4月生まれの方、精神をなるべく安定させてみてください。5月生まれの方、自分の考えを積極的に表現してみましょう。6月生まれの方、柔軟な対応をするように心がけましょう。7月生まれの方、周囲の面倒を見るようにしてください。8月生まれの方、大人の考えを心がけるようにしましょう。9月生まれの方、献身的に尽くすということをやってみてください。10月生まれの方、寛大な気持ちを持つようにしてみましょう。11月生まれの方、地道な努力をじっくり行ってみましょう。12月生まれの方、常に冷静になるようにしてみてください。まあ、これら、まあ、月別でご紹介しましたが、まあ、人間力を高めるポイントとしてね、参考にしていただければ幸いですので、ぜひ心がけてみてください。ヤマトのハウリスピリット、新しい人生分析学。ヤマトのハウリスピリット、新しい人生分析学。今日は第10回目の放送でしたが、お楽しみいただけましたか？まあ、今年もあと本当に1週間足らずで終わってしまいますよね。本当になんか1年が早く感じます。まあ、今年良かったと思われる方も、あまり良くなかったなと思われる方もいらっしゃると思います。もう来年に向けて、もう来年こそはもっといい年にするぞとワクワクしている方、あるいは決意を固めている方もいらっしゃると思いますが、まあ今日テーマに挙げましたが、自分自身の人間力を高めるということをぜひね、心がけてみてください。人間力が高まれば、こう自然に人が集まってくるようになると思います。で、この番組では随時お便りを募集しています。お便りの宛先はyamato@alpha-radio.com、 またはアルファ公式サイトにある私の番組ページよりメールフォームで投稿できます。なお、相談の際は生年月日を明記していただくと助かります。本当にあと1週間足らず、残り少ない2012年ですが、まあ最後まで体には気をつけていただいて、まあ年末年始こう迎えられることをお祈りしておりますので、今日はまた来年またお会いできる、まあ、またお会いできるのを楽しみにしてますんでね、よろしくお願いします。失礼します。1分37。あ、これまだ今年お会いじゃなかったですね。そうですね、来週ありましたね。この番組はいつでもどこでも聞けるラジオ、アルファの制作でお送りしました。